おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉生エピソード4を続きやっていきたいと思います。ちょっと前回の収録からちょっと期間が空いてしまったので、続きからを押してちょっと内容を把握しましょう。あらすじをね、自分でも把握しないと何にも言えないんで、ちょっと待って、画面がね固まりがちなんですわ、このパソコンね。はいはい、現時他人に任せる、次は秋葉くんが動く番よ。なんだこれ、ロードが投げんじゃん、ロードが投げんじゃん。あ、来た来た。はいはいはい、校庭で、次は秋葉くんが動く番よ。あ、わかった、あれだ、たまちゃんがあれ、めぐみちゃんにちょっかいかけたとこか。で、次、秋葉くんが自分で創作しないとダメよみたいな、なんか詮索しないと何も進まないわよってたまちゃんが言ってるってこと？で、あれだ、中野博道さん。はいはいはい、いたいたいた。あの、演劇部の人ね。はいはい。どうも。ちょっとね、喋り方とかもね、間違ってるかもしれない。てか、忘れてるかもしれないけど、ちょっと許してほしいっす。また一人去ったか。俺ばかりが空回りしているな。しかし、同行の死はまだ存在する。俺も落ち込んではいられないな。さあ、活動拠点へ向かうか。活動拠点のゴミ捨て場へ、俺の指導を待っている仲間がいる。ほう。こないだあれだよね、後輩がね。こないだは、熱血的ななんか、男子が演劇部を去ってっちゃったんだったっけね、確かね。ん？どうした？君一人だけか？私帰ります。どうしたんだ、君はとても熱心だったじゃないか。いえ、演劇はしたいんですけど、中野監督と二人きりはちょっとあら、そっか、マンツーマン嫌い系女子か。中野さんが間が持たない相手なのかもしれないよね。あ、はあ、うん、そうか。失礼します、監督。てか監督なの？演劇部員じゃないんだ。え、芝居する人ではないのか？まあ、演技は一人でも磨ける。今は辛抱の時だ。地道にやろう。一人でもここで気長になんて書いてあったか読めなかったな。なんかまあ、自分を磨こうみたいなことだったのかな。お、ゲンゲン。いや、このゲンゲンやっぱ可愛いよな、改めて見てもさ。まあ、この頃からもうヒゲは生えてるんだけどさ、なんか髪型がね、おとなしい。可愛い。なんでこんなことしなきゃいけないんだ。あの子に振り回されて。教室に帰るか。めっちゃ固まってんだよな。はいはいはい。行くのかな？行くのかな？画面が真っ暗なんだけどな。あ、来た来た。よかったよかった。結構やっぱさ、小倉生4話はさ、なんか重たいのかわかんないけど、読み込みが長いよね。僕の教室は給湯1階。この階の一番奥さ。そうだよね、まだ1年生だからね。お、どうした？秋葉源氏くんいますか？この頃のめぐみちゃん可愛いよね。なんかツンケンしてないというか。ん？秋葉？誰？このクラスではないのかしら。おや、特化生。秋葉くんという人を探しているんです。あーちゃー、目立つことされちゃ困るな。誰だ？誰だよ、まったく。特化生がこっちに来たら目立ってしょうがないよ。僕が秋葉だけど、何か？秋葉くん、赤い糸を信じて奮闘しているのね。聞いたわ。ちょっと、ここじゃ困る。どうしたの？とりあえず外に行こう。校舎の裏にでもさ。はい、話しかけることはできないのか。はい、校舎の裏行くのね。校舎裏ってこっち？あ、オッケーオッケー。なるほど。目白めぐみさんね。玉の差し金か。私も協力したくて、
秋葉くんが協力してあげてる子って水道橋メグさん？私も調べてみたの。メグさんね。そうでしょ？まあ彼女特化生だから私も何かできることあると思うの。ああ助かるな本当。メグさんの赤い糸が結ばれるのしっかり見届けましょうね。君が協力することメグには言ってるの？ううん、秘密。彼女が変に意識しちゃうと困るもの。そうか。それで彼女が好きな人って誰かしら？さあね。そうね、思いは心に秘めるものよね。わかった、私彼女を見守ってみる。目立たないように赤い糸を切っちゃまずいからね。そうね。あ、戻んなきゃ。じゃあ秋葉くん頑張ろうね。なんか読めてきた。これで結局メグちゃんを取ったのが秋葉くんだったから、お前赤い糸ぶった切ってまで勝手なことをみたいな、そういうこと？戻るか。ああ、めんどくさい人間ばっかり増えていく。大変だね、ゲンゲン王道した。お前、最近よく女を連れ込むようになったな。おっさんは、おっさんの声の喋り方を覚えてるぞ。おっさんのアドバイスだろ。あの子、ちゃんとやってくれるんだろうか。はいはい。あ、めぐみちゃんに帰る。お、ちょっと待って。ゲンゲンを、ゲンゲンをなんか改めて見るとやっぱ可愛い。ちょっとセーブしよう。いつ固まるかわかんないから、ちょこちょこセーブしていきましょう。はいはいはい。いいね。はい、じゃあめぐみちゃん行くよ。あ、可愛い！この頃の方がよっぽどなんか純粋ムクで可愛いじゃない。まあ、今のめぐみちゃんもね、純粋に赤い糸をね、追っかけてるというか、なんか見守ってるだけだけど。目立たないように。とは言っても、ちゃんと見守ってあげなきゃ。メグさんを探そうかしら。メグさんはどっかのどこかにいるわよね。お。永田くんのこの頃の喋り方？奮い立てよ諸君、青春の輝きをその手に。怖い、あの人が立っていたら中に入れないわ。え、可愛いな、どうしたの？怖がりなのね。そっか、男の人が怖いのかな。恋愛のこととかは大好きだけど、男の人は苦手なのかもしれないね、めぐみちゃんってね。あの人今日もやってるのね。聞く人もほとんどいないのに頑張るわね。あ、メグさん、どうしよう、今話しかけようかな。お、わ、二人に帰れるのか。じゃあまあメグちゃんに帰るか。おーい、頑張れー、パソコン、オッケー。源氏私をからかうなんてみたいなこと書いてあったな。源氏よりも彼の方がよほど魅力がある。あら、永田くんにも興味を示してる。ちょっと魔性の女すぎんか、メグちゃん。大丈夫？永田くん。ニコ。青春の色は、ピンク色。はぁ、はぁ、今日はやけに暑いぞ。はっはぁ。永田くんだけ一人、やっぱりさ、なんか、絵柄が違うんだよな。さあ、めぐみちゃん。あ、これでもしかして勘違いするの？どうすんの？あれ、演説が止まったわ。ん？あの二人の様子。はぁ、まさか！秋葉くんが言っていためぐさんと結ばれた赤い糸の君。それは！めぐさんの小指から伸びる赤い糸。その糸が結びつく相手とは、永田くんとのことを勘違いすんの？マジで？はぇー。そう、人から離れた目立つ人、まさしく彼。なるほど、お似合いだわ。私にも赤い糸が見えた。なんて素敵な二人なのかしら。恋のキューピッド頑張らなきゃ。今日めぐみちゃんの声の調子悪いな。ちょっとね、さっきまでね、雨降っててね、頭痛くて、ちょっと髪を取ってたので、まだ喉がね、起きてないんですね、きっとね。一
人変えじゃん。たまちゃんか。あ、ちょっとその前に、現在捜査人物。運命を信じる乙女、目白めぐみ。特別課1年、純真無垢。運命と、ん?運命的な恋、信じている。ドラマチック。成績、上の中、ほうほうほう。白眼鏡、ショートヘア、サラサラストレート。人を疑わない、世間知らず、辛いもの好き。へぇー。この頃の、なんか、キラキラした瞳をしている、めぐみちゃん、すごい、いい子。これをねじ曲げちゃうのか、ゲンゲンは。よくないよ。よし、たまちゃんね。計画、どうなってるのかしらね。めじろさんに聞いてみようかな。特化のめじろさんに会いに行こうっと。あ、いたいた。めじろさん、どう?秋葉くんとは会えた?ええ、代々木さん。あの二人お似合いだと思うの。二人?めぐさんの思い人も知ってるの?ええ、たくましくてまっすぐで、まさしく運命の相手よ。ましくて、まっすぐ?これからも二人の赤い糸を守ってあげなきゃ。それじゃ。楽しそうだな。めじろさん、何か勘違いしてない？まあ、面白いからいいけどね。秋葉くん早速計画狂ってるけど、彼に伝えた方がいいかしら。さあ、ゲンゲン、行くか?さあ、今日はもう下校するか。あ、もう下校するんだ。あ、そう。秋葉くん、ねえ、ちょっと。またか。ジュースは今度買うよ。そうじゃなくてさ、メジロさん、勘違いしてるわよ。え?何が?メグさんの告白対象よ。別の特化生だと思い込んでるわ。別の特化生?誰?永田って人、熱血感で行動を復活させるんだって。ああ、たまに正門でわめいてる人が。参ったな。いや、待てよ。そうか、別人。あ、何か企んでるわね。その悪い目つき、嫌いじゃないわよ。タマさ、その永田って人に近づいて、動きを探ってよ。はいはーい、報酬はジュース5本。え?報酬取るの?当たり前。それからさっきの永田さんのことを教えてあげたから、ジュース2本追加ね。あ、測ったな。人聞きの悪いこと言わないで。じゃねー。タマの行動を待つか。でしゃばってくるなら。あー、もうなんでここすぐ切れるの?ちょっと、翌日。でしゃばってくるなら何だったんだろう。ちょっとね、みんなはね、一時停止して読んでください。すいません。永田さんに会いに行かなきゃね。永田さんといえば、いつもの場所で演説かな。はいはい。こんにちは。あ、いた。永田さん、どれどれ?朽ち果てた行動の復旧を!羽里自由の象徴、演劇の復活を!演劇をやろうとしてるのね。期待通り。永田さん!ん?君は普通科の女子かな?はい、代々木たまです。永田さんの理想に感銘を受けたので、協力できたらと。おお、素晴らしい!君も青春を謳歌する少女タランとするか。ええ、まあ、私も友達に呼びかけてみます。そうか、君の澄み切った美しい声ならば、みんな耳を傾けるだろう。はっは。いえいえ、そんな。永田さんの力になれるよう頑張ります。うん、無理はするんじゃないぞ。はーい、これでよしと。いろんな人が巻き込まれてくのね。面白いわ。いや、私もね、タマちゃんやるの面白いですよ。タマちゃんを喋ってる時がね、一番楽しい。お、市ヶ谷くん来たね。まだちょっとただのドインキャだった頃の市ヶ谷くん。おい、見たか四ツ谷よ。ああ、見た。あの筋肉野郎、美少女と仲良く話をしていたぞ。もしや、奴の方が男子高校生の生き方として正しいのでは?バカを言うな。愛は惜しみなく裏切るのだ。そうだな。闇に隠れて生きる。それが我らの青春。だがあの奴、今に手痛いしっぺ返しを食らうに決まってる。奴め、
傷つかぬうちに甘い考えを捨てるべきなのだ。あ、ちょっと情が映ってる永田くんのこと好きになってるじゃん。さあ、たまちゃん、永田さんとも接触できたし、秋葉くんに教えてあげよっと。さあ、秋葉くんに報告。夜の秘密、夜の何、あ、違った、彼だった。彼の秘密基地はもう知ってるわよ。お、やっほー、寝てるね。秋葉くん、永田さんの情報持ってきたわ。お、仕事が早いね、たま。特別科在籍、成績は下の中、女っ気ゼロ、暑苦しくて女子から敬遠されてるみたい。なるほど、メグの思い人にはふさわしくないか。そうでもないわよ。話してみたけどすごく紳士なの。私はいいと思うわ。彼の悲願はどっか急行動の復旧と演劇の復活。演劇？かつての羽里の伝統だったらしいわ。生徒が自主的にやってたって。それを復活させて特化生の自主性を取り戻させようと。そんなところかしらね。愛だ絵本、ロマンチックなおとぎ話ね。どこで手に入れたんだよ。私の情報網を舐めないでね、秋葉くん。こんなの朝飯前。情報や玉か、確かに有能そうだな。そうよ、これからもよろしく。信用したわけじゃないけどね。情報やね、そう呼ばれるのも悪くないわね。知りたがり女子から情報や玉に今なりましたね。はい、じゃあもう元元にしか変えられないね。さあどうします、元元。手は回してるんだ。でもまだ何もかも不透明だ。誰も信用できない。こりゃ僕も国家国家に赴いちゃいけないわ。そりゃ、あ、こりゃ、うん、こりゃ僕も特化に赴かなきゃいけないだろうな。あー、めんどくさい。行くか、特化だっけか。オッケー、行くよ。お、元元、元元の BGM いいね。おー、来た来た来た、カンタくん。ねえねえ、あたし見たの。特化の壁にこうピタッとへばりつく女子生徒の例。ささーっと一瞬ですごい勢いで壁を這い回る女子。やだな、怖いな。これメグちゃんのことだねまたかよ、いい加減にしろ。あー、うざがられとる。おー、ほんとなんだな。か、どっかだっけか。カンタくんのことをちょっと認知したね、今元元が。さあ、どっか行くよ。で、八王子はどこにいるんだ。八王子の居場所知ってたっけ。あれ、知ってたっけ。こっちか、これか。気弱でサボるまでいつも屋上で一人でいるんだよ、あいつ。さんね、ああ、屋上か。あいつなんだか僕の行動と似てるな。どっちが先に始めたかは知らないけどね。八王子の居場所は特化の屋上か。行くよ。今日なんかサクサク動くな。さあ、4階まであるからここの上か。はい。あれ、鍵がかかってる。いけないじゃないか。メモが貼ってある。急がば回れ。八王子、想像通り立ちの悪いやつだ。挑戦するべきか。急がば回れ、どう行けば屋上に行けるんだ。お、レン君、レン君来るかな、あいつ。来るわ。お、見限ったのかと思ったらまだ期待してるんだな。ええ来てくれなきゃ面白くなんねえよ。なるほど、そのメグちゃんの情報、あれだね、ビクビク男子かっこカンタくんからの情報を元に行くのかな。急がば回れ、急がば回れ、回る、どうやって回る。急がば回れ、どう回るのか。
はい、琴の葉だね。これだ、これかな。はい、回る。はい、回るか。なるほどね、回るっていうのは。回る、はい、回る。壁を伝っていくのか。壁に登れる場所がどこかにある。こっちだっけ。あれ違うっけ。あ、違う、え、どこだっけ。あれこっち違うな。ん、こっちか。はいはいはい。あれどこだったっけね。もっとこっちか。こっち、どこだろう。あ、ここ。あ、ほんとだ、棒がある。棒じゃねえ、ロープだった。これ見よがしに垂れ下がるロープ。はあ、届かねえのかい。そい。おーおーおお、よしよしよし、よかったよかった。これはきつい。行くよ、行きゃいいんだろう。おお、でまたこっからも上。あれ、こっからどうすんの。カチ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 、とりあえずカチカチする。ああ、こっちも行けんのか。あ、こっちに行けんのか。なるほど。ああ、行けた。はあ、ぼ、僕は肉体派じゃないんだよな。こんにちは、源氏。秋葉源氏、よくここまでたどり着けたな。えらいえらい。八王子ってあんたですか。そうさ、俺だよ、八王子連打。メグからいろいろ聞いてるかい。あんまり。そりゃ敵である僕に情報は流さんでしょう。ほう、メグは俺のそばにいると。ええ、あんたとメグのくだらない遊びに付き合わされて迷惑極まりない。いいね、その考え、実にいい。ねえ秋葉、お前の計画はうまくいってるか。それに関して僕もあんたに確認しておきたいことがあって。じゃあ教えてやるか。俺はメグの告白を断らないよ。メグが俺に告白をするかどうか、それだけだ。そう、そりゃ助かる。これでやるべきことがわかる。簡単にはいかないわよ、源氏。お前さ、本気でそれを成功させたいと思ってるの？依頼なので。それでメグが俺のものになっても。なんだ、あの、ちょっと待って。メグが決めりゃいいさ。だってちょっと、どっちにつくかメグが決めればいいって、なんかもう、なんだ、あれ、なんだ。楽しくなってきた。ちょっと、なんかメグちゃんにそばにいてもらうのもちょっとまんざらじゃないと思ってんじゃん、ゲンゲン。はあ、なるほどね。ちょっとセーブしようか。はい、じゃあメグちゃんに帰るか。源氏、それが嫌ならば奮起しなさい。私の前で蓮に勝ってみせて。だそうだ、頑張れよ源氏。きっつい女だな。もう帰らせてもらいますよ。元気。ああ、帰る時の方が怖いよな、ここ。おっと、気をつけるんだな。そこ急斜面だから。今お前がそこから落ちたら事故死だろうね。そこに何か仕掛けてあるかもしれないぞ。おっとっと、いやに嬉しそうじゃないか。源氏がここに来たのがそんなに嬉しいか。ええ、そうね。チェ、メグの監視がなかったらあいつは今そこから落ちてたのにな。あーら、なるほど、危険な目に遭わないようにメグちゃんが監視して何も仕掛けさせないようにしたってことね。なるほどね。まさかレンも彼に期待し始めてるのでしょ。さ、ゲームを続けよう。どっちがメグ人形を手に入れられるかな。結果が楽しみね。俺は絶対に負けたくないぜ。メグ、お前は俺の着せ替え人形だ。
頑張って、ゲンジ。あら、何よ。結局ここの二人が両思いなんじゃない。ちょっとレン君、ダメよ。そんなね、二人の間に渡っちゃ。キモオタ。勝っても負けても、あいつのものじゃないか、メグは。胸くそ悪い依頼だ。やっぱり来るんじゃなかったよ。何？ちょっと待って、本当に、どうだ？いやメグちゃんの自分のものにしたかったの？ゲンゲン、ちょっと。ん？窓の向こうに気配が。あれは特化の体育教師。名前なんだっけな。なんでこんなところに。おや、屋根が濡れてら。雨も降ってないのにおかしいな。この下ではでっかい窓しかつかめるものがないぞ。落ちないようにしなきゃ。気をつけて降りなきゃ。こんなところ落ちたらただじゃ済まないぞ。これ濡れてんね、確かに。で、こっからゆっくり降りるってことね。はいはい、降りた。あれ？草むらの中に何かある。タンク？いくつかの中に水が入ってるな。ああ、魚住先生か、体育教師って。捨てられたタンクに雨水でも溜まったのかな。さっさと普通科に帰ろう。オッケー。任せろり。いや、ゲンゲンがこんなに頑張って動く人だと思わなかったな。あの人か、うるさい人。特化生に彼の主張が届くのか疑問だね。とんだ無駄足だったよ。だから特化は嫌なんだ。なるほど。で、永田くんに帰るのか。オッケー、永田くん、どうも。羽里特化、774人の諸君、聞く耳ある者は聞け。またあいつか、くだらん。青春とは何であるか、抑圧の抵抗である。ふん。諸君らは羽里の自由か、なんだ、活達、これわかんないけど、自由活達なる伝統を知っているか。特化が自由、普通科の間違いだろ。見よ、朽ち果てつつある旧行動、あれこそが自由のシンボル。ほう。我が野望、それは旧行動における創立記念演劇の復活。演劇？なんだそれは。かつて生徒の手により創立記念日に演劇が披露されていたのである。演劇って受験に必要なの？いつしか学校で禁止され、忘れられていった悪しき伝統、あ、麗しきだったわ。麗しき伝統、今こそ復活を。お、ちょっと気になってる。バカじゃないの。心ある者は聞け。俺は旧行動にいる。お、ちょっと響いてるかもしれないぞ。どうだ。目を背けるな。体勢に飲まれるな。我らの手で伝統復活を。ちょっとね、興味持ってくれたのにね、一瞬ね。俺の思いは必ず届く。みんな青春を欲しているはずなのだ。さあ目を覚ませ、特化生の諸君、急行動の前で待っているぞ。永田くん頑張ってんな。こういう男嫌いじゃないんだよな。でも何年生なんだろう。内緒って書いてあるんだよな。さあ市貝くん。無駄だ、無駄なんだよ永田。お前にはそれがわからんのか。すごい、でもちゃんと見守ってんだな、偉いね。おい永田、まだやっているのか。どうだ、お前たちの心にも響いたか。恥ずかしいやつだな。大久保教師に見つかったらただじゃ済まんぞ。俺はそんなものは恐れない。ん、お、めぐちゃんじゃ。ニコッと笑ったぞ。おお、どうした永田。なあ、今の女生徒が誰か知らないか。女子に縁のない俺に女子の名だと聞くな。ああ、そいつはすまん。様子がおかしいな永田。いいかいいか、今は演劇に収集だ。お前たち、演劇には役者がいる。お前たちも俺とやってみんか。やってみなけりゃわからんさ。検討してくれ。じゃあ。くそ、いけすかんやつだ。やつはなぜそんなくだらぬことに一生懸命になれるんだ。ちょっとなんかね、心に響いてる感じするけどね。あれ、
これ読んだっけ、市ヶ谷くんのやつ。ちょっぴり卑屑、あ、卑屑じゃなかった、卑屈だった。ちょっぴり卑屈ボーイ、市ヶ谷。特別感もうね、秘密。ブルドッグに似ている顔。あ、そうなの？あ、じゃあ、顔が結構タルンタルンだってこと？柔らかい、重い。油物が好き。体が最近重たいような気がしない。メガネは四角、体は丸。猫背。へー、なるほどね。あの時っていうか、その、今の状態とまたやっぱ情報が違うから面白いね、これね。で、元元に変えるんだけど、じゃあ今日はこんぐらいで終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。なんか、いろいろ動き出しましたね、みんなね。こっから元元がどうやってまとめていくんだろう。もうさ、今っていう現在ってあれかな。今っていう未来がある以上さ、ね、あの、秋葉くんの元にメグちゃんが行くのは、もう決まっていることではあるんだけど、それのなんかね、流れがちょっとまだわからない。だって、勝っても負けても、結局は告白は成功したらあいつと、そのね、レン君と付き合うだろうし、告白が失敗したらそれはそれで、ゲンゲンが負けだし、どうするつもりなんだろうね。まあ、いっか。はい。じゃあ続き楽しみにしましょう。ということで、また次回、おつぴよーです。